それではただいまから安倍内閣総理大臣の記者会見を行います。冒頭総理から発言がございます。総理お願いいたします。本日 TPP 環太平洋パートナーシップ協定に向けた交渉に参加する決断をいたしました。その旨交渉参加国に通知をいたします。国論を二分するこの問題について、私自身数多くのさまざまなご意見を受けたまわってまいりました。そうしたご意見を十分に吟味した上で本日の決断に至りました。なぜ私が参加するという判断をしたのか、そのことを国民の皆様にご説明をいたします。今地球表面の3分の1を占め、世界最大の海である太平洋が TPP により一つの巨大な経済圏の内海になろうとしています。 TPP 交渉には太平洋を取り囲む11カ国が参加をしています。 TPP が目指すものは、太平洋を自由に物やサービス、投資などが行き交う海とすることです。世界経済の約3分の1を占める大きな経済圏が生まれつつあります。いまだ占領下にあった昭和24年、焼け野原を前に、戦後最初の通商白書はこう訴えました。通商の振興なくしては、経済の自立は望みうべくもない。その決意のもとに、我が国は自由貿易体制のもとで、繁栄をつかむ道を選択したのであります。1955年、アジアの中でいち早く世界の自由貿易を推進する GATT に加入しました。輸出を拡大し、日本経済は20年間で20倍もの驚くべき成長を遂げました。1968年にはアメリカに次ぐ世界第2位の経済大国となりました。そして今、日本は大きな壁にぶつかっています。少子高齢化、長引くデフレ、我が国もいつしか内向き志向が強まってしまったのではないでしょうか。その間に世界の国々は海外の成長を取り込むべく開放経済へとダイナミックに舵を切っています。アメリカと欧州はお互いの経済連携協定の交渉に向けて動き出しました。韓国もアメリカや EU と自由貿易協定を結ぶなど、アジアの新興国も次々と開放経済へと転換をしています。日本だけが内向きになってしまったは成長の可能性もありません。企業もそんな日本に投資することはないでしょう。優秀な人材も集まりません。TPP はアジア太平洋の未来の繁栄を約束する枠組みです。関税撤廃した場合の経済効果については、今後、省庁バラバラではなく、政府一体で取り組んでいくための一つの土台として、試算を行いました。すべての関税をゼロとした前提を置いた場合でも、我が国経済には全体としてプラスの効果が見込まれています。この試算では、農林水産物の生産は減少することを見込んでいます。しかしこれは、関税はすべて即時撤廃し、
国内対策は前提としないという、まあ、極めて単純化された過程での計算によるものです。実際には今後の交渉によって我が国のセンシティブ品目への特別な配慮などあらゆる努力により悪影響を最小限にとどめることは当然のことです。今回の試算に含まれなかったプラスの効果も想定されます。世界経済の3分の1を占める経済圏と連結することによる投資の活性化などの効果もさらに吟味をしていく必要があります。詳細については TPP に関する総合調整を担当させることにした甘利大臣から後ほど説明させます。 TPP の意義は我が国への経済効果だけにとどまりません。日本が同盟国である米国とともに新しい経済圏を作ります。そして自由、民主主義、基本的人権、法の支配といった普遍的価値を共有する国々が加わります。こうした国々とともにアジア太平洋地域における新たなルールを作り上げていくことは日本の国益となるだけではなくて必ずや世界に繁栄をもたらすものと確信をしております。さらに共通の経済秩序のもとにこうした国々と経済的な相互依存関係を深めていくことは我が国の安全保障にとってもまたアジア太平洋地域の安定にも大きく寄与することは間違いありません。日本と米国という2つの経済大国が参画して作られる新たな経済秩序は単に TPP の中だけのルールにはとどまらないでしょう。その先にある東アジア地域包括的経済連携 RCEP やもっと大きな構想であるアジア太平洋自由貿易圏 FTARP においてルール作りのたたき台となるはずです。今がラストチャンスです。この機会を逃すということはすなわち日本が世界のルール作りから取り残されることに他なりません。 TPP がアジア太平洋の世紀の幕開けとなった後世の歴史家はそう評価するに違いありません。アジア太平洋の世紀、その中心に日本は存在しなければなりません。 TPP への交渉参加はまさに国家100年の計であると私は信じます。残念ながら TPP 交渉はすでに開始から2年が経過しています。すでに合意されたルールがあれば遅れて参加した日本がそれをひっくり返すことが難しいのは厳然たる事実です。残されている時間は決して長くありません。だからこそ一日も早く交渉に参加しなければならないと私は考えました。日本は世界第3位の経済大国です。一旦交渉に参加すれば必ず重要なプレイヤーとして新たなルール作りをリードしていくことができると私は確信をしています。一方で TPP にさまざまな懸念を抱く方々がいらっしゃるのは当然です。だからこそ先の衆議院選挙で私たち自由民主党は正義なき関税撤廃を前提とする限り TPP 交渉参加に反対すると明確にしました。そのほかにも国民皆保険制度を守るなど5つの判断基準を掲げています。
私たちは国民との約束は必ず守ります。そのため先般オバマ大統領と直接会談し、 TPP は正規なき完全撤廃を前提としないことを確認いたしました。その他の5つの判断基準についても交渉の中でしっかり守っていく決意です。交渉力を駆使し、我が国として守るべきものは守り、攻めるものは攻めていきます。国益にかなう最善の道を追求してまいります。最も大切な国益とは何か。日本には世界に誇るべき国柄があります。息を呑むほど美しい田園風景。日本には朝早く起きて汗を流して田畑を耕し、水を分かち合いながら五穀豊穣を祈る伝統があります。自助自立を基本としながら、不幸にして誰かが病に倒れれば村の人たちがみんなで助け合う農村文化、その中から生まれた世界に誇る国民皆保険制度を基礎とした社会保障制度、これらの国柄を私は断固として守ります。基幹的農業従事者の平均年齢は現在66歳です。20年間で10歳ほど上がりました。今の農業の姿は若い人たちの心を残念ながら引きつけているとは言えません。耕作放棄地はこの20年間で約2倍に増えました。今や埼玉県全体とほぼ同じ規模です。このまま放置すれば、農村を守り、美しいふるさとを守ることはできません。これらは TPP に参加していない今でも、すでに目の前で起きている現実です。若者たちが将来に夢を持てるような強くて豊かな農業、農村を取り戻さなければなりません。日本には四季の移ろいの中できめ細やかに育てられた農産物があります。豊かになりつつある世界において、おいしくて安全な日本の農産物の人気が高まることは間違いありません。大分県特産の甘い日田梨は台湾に向けて現地産の5倍という高い値段にもかかわらず輸出されています。北海道では雪国の特徴を生かしたお米で輸出を5年間で8倍に増やした例もあります。攻めの農業政策により農林水産業の競争力を高め、輸出拡大を進めることで成長産業にしてまいります。そのためにも TPP はピンチではなく、むしろ大きなチャンスであります。その一方で、中山間地などの条件不利地域に対する施策をさらに充実させることも当然のことです。東日本大震災からの復興への配慮も欠かせません。農家の皆さん、TPP に参加すると、日本の農業は崩壊してしまうのではないか、そういう切実な不安の声をこれまで数多く伺ってきました。私は皆さんの不安や懸念をしっかり心に刻んで交渉に臨んでまいります。あらゆる努力によって日本の農を守り、食を守ることをここにお約束をします。関税自主権を失ってしまうのではないかという指摘もあります。しかし TPP は
すべての参加国が交渉結果に基づいて関税を削減するものであって、日本だけが一方的に関税を削減するものではありません。その他にもさまざまな懸念の声を耳にします。交渉を通じこうしたご意見にもしっかり対応していきます。そのことをご理解いただくためにも、国民の皆様には今後状況の進展に応じて丁寧に情報提供していくことをお約束させていただきます。その上で私たちが本当に恐れるべきは、過度の恐れを持って何もしないことではないでしょうか。前進することをためらう気持ち、それ自身です。私たちの次の世代、そのまた次の世代に将来に希望を持てる強い日本を残していくために、共に前に進もうではありませんか。本日私が決断したのは交渉への参加にすぎません。まさに入り口に立ったにすぎないのであります。国益をかけた交渉はこれからです。私はお約束をします。日本の主権は断固として守り、交渉を通じて国益を踏まえた最善の道を実現します。私からは以上であります。それでは質疑に移ります。指名された方はまず所属と名前をおっしゃってから質問をお願いいたします。それではどうぞ。高橋さんどうぞ。総理、共同通信の高橋です。よろしくお願いします。総理は今 TPP の交渉参加を表明されて、その国益を守るという固い決意を述べられたわけですけれども、具体的に言いますと、米とか麦、牛肉、豚肉、乳製品、砂糖、こうした重要5品目とですね、国民皆保険制度について、昨日も自民党がこれを聖域としてですね、最優先で確保してほしいと、こういう要望をされています。総理としても、この聖域を守ると、守り抜くという決意があるかどうか、そして守れない場合はですね、交渉を離脱するという可能性もあるというお立場なのかどうか、まず一つお尋ねしたいのと、もう一つはですね、詳しい政府の統一試算の結果については、ちょうど甘利大臣の方からというご紹介でしたけれども、農業においてはその生産額が3兆円にもわたって減少するとも言われております。この点については、農業団体からは強い反発も予想されるということで、夏の参院選に与える影響についてはどのようにお考えになるか、そしてまた農業支援策についての検討状況についてもお聞かせください。まずですね、離脱するかどうかというご質問がございましたが、我々は国益を守ってその中心に据えて交渉を進めていくわけでありますし、だからこそ交渉に参加をしました。ですから今ここで離脱するかどうかということを申し上げるのは、むしろ国益にも反するわけであって適切ではないと、このように思います。昨日自由民主党からも守るべき項目について決議文をいただきました。我々はしっかりとそれを胸に強い交渉力を持って結果を出していきたいと、このように考えています。そして選挙についてでありますが、これは選挙いかんにかかわらずこの時期しかないと私は判断して、本日交渉に参加をすることを決断をしました。その上においてですね、我々は長い間の農村農家との信頼関係があります。そうした信頼関係を通じながらしっかりと説明していくことによってですね、信頼を常に留めていきたいと、信頼を獲得していきたいと、こう考えています。そして、農業に対するダメージについて、被災については後ほど甘利大臣が
ご説明をいたしますが、まあ、そもそも関税が全くゼロになって、全く体制を、対応をしていない、対策をしていないという前提の数字ですから、そもそもそういうことには絶対になれません。そのことははっきりと申し上げておきたいと思います。むしろ今最初にお話をしたように、これをピンチをチャンスに変えていくことこそが求められているんだろうなと思います。同時に多面的機能がありますから、ですからその多面的な機能ということを頭に入れながら、守るべきものはさまざまな政策を駆使して守っていかなければならないと、このように考えております。対策についてもですね、今日交渉参加を決めました。これからしっかりとした交渉を行っていくと同時に、強い農業、攻めの農業、そして多面的機能を守っていくための対策、メニューについてですね、しっかりと議論していきたいと思っております。それでは次の方、それでは古田さんどうぞ。東京新聞、中日新聞の古田と申します。総理、よろしくお願いします。総理は今、ですね、国民に対して、交渉過程については、丁寧に、情報を提供していくということを約束するというふうに、述べられましたけれども、今後 の、 その交渉過程及び交渉参加に関わる情報については、どのように公表をされていくおつもりか、例えば会見をなさるとか、定期的に、報告を政府として出されるとか、どのような形で、公表を、されていかれるのか、その考えをお聞かせいただきたいというのと、先ほど総理はですね、すでに、参加を決めて交渉に入っている国々、11カ国ありますけれども、こちらで一旦合意したことに関してはひっくり返せない、でそういう、ことが厳然たる事実だということは認めるというふうにおっしゃいました。で、こちらが、聞いている限りでは、カナダ、メキシコが、交渉参加を決める際にはその今の合意したことをひっくり返せないという他にもですね、例えばその交渉を打ち切る権利は最初の9カ国参加を決めた、9カ国にしか認められないといった不利な条件も、受け入れさせられたというふうに聞いています。総理はですね、こういう不利な条件に関してはやっぱり参加をすることを重視して受け入れざるを得ないというふうにお考えになっているということなんでしょうか。今後ですね、そういう条件が提示された場合に政府としてどのような対応をなされるのか、そのお考えをお聞かせください。まずですね、TPP に関する、情報提供については、先の、訪米において、首脳会談後に、日米、共同声明を発出をして、内外記者会見で説明するなど、我々できる限りの説明を行ってきました。また、与野党の関係会合等で、TPP に対する安倍政権の基本的考え方や、交渉の進捗状況について、随時ご説明をしております。交渉でありますから、相手国との関係で公表できることと、できないことがありますが、交渉に参加すればですね、今よりも、これ、だいぶ情報が入手しやすくなると考えています。公開できることは、進捗の状況に応じて、しっかりと国民の皆様に提供していきたいと、このように考えています。そしてですね、交渉について、今までのすでに参加をしている国が決めたルールについて、これを後から入っていってですね、すでに決まっていることは、これを蒸し返すことは難しいということは、自分の承知の上でありますが、ただ、今までですね、まだ例えば関税等については、ほとんど議論がされていないわけでありまして、これから決めることもたくさん、むしろあると言ってもいいと思いますね。むしろここでですね、ここで交渉に参加しないことはですね、もう TPP そのものを事実上、私は諦めなければならない。つまり交渉に全く参加させる、できないんですから。
全く、日本はルール作りには参加できないということになってしまってはですね、そうなってはそういう TPP は参加は国益にかなわないというよりそういう状況になっていき、ですね、かつそのまた先に RCEP、FTAP という、そういうこの TPP をで決めたことを核に新しい体制ができていく、それをすべてこれは手放さなければならないという今ところに来ているんだということは認識をしなければならないと思います。その上でですね、報道にて、メキシコとカナダに、送付されたとされているような、念書についてはですね、我が国は受け取って、いません。ですから、それがどうなのかという、仮定の質問には、お答えすることはできませんが、可能な限り、早期に正式に交渉に参加をしてですね、強い交渉力を持って、我々は国益を守っていきたいと、こう考えていますし、なんといっても世界第3位の経済力を持つ日本です。その存在感はですね、大きなものがあるはずでありますから、我々はこの力をフルに活用していきたいと、そう考えています。それでは次の方どうぞ。それでは関口さんどうぞ。ダウジョーンズ関口と申します。TPP 交渉参加の論争では日本の農業を守るための農産物関税の扱いが最大争点のような印象を受けますが、関税を撤廃することによって消費者が受ける恩恵の優先順位はこれより下に位置するのでしょうか。大企業は所得増を次々に発表していますが、マーケットの好調が反映されにくい中小零細企業や年金生活者には、総理の掲げる物価上昇目的などは生活を苦しくさせる面もあります。安い外国米や畜産物が入っていることを望む消費者と、農業の聖域化の狭間にある溝を、総理はどのように受けていらっしゃるか、ご説明ください。まずですね、多くの関税が撤廃されていくことによってですね、物の値段が下がっていく、これは消費者がですね、享受できる利益だと思います。そしてその分ですね、購買力が増すことによって、GDP にプラスの寄与をします。そうした計算も我々はしているわけでありました。つまり消費者の得る利益は我々も計算に入れているということであります。その上においてですね、農業は多面的な機能を保有しています。水を灌溉し、地域を守り、環境を保全し、そして、CO2 を吸収する。これは都市の人々も、これによる恩恵には予期しているわけであります。つまり、この多面的な機能を考えればですね、それは農業は一つの産業、そこで働く人はもういらないんだということには決してならないわけでありまして。ですから、この重要性、この多面的な機能、そしてそれは日本のまさに文化にも通ずるものがありますから、これについてはしっかりと守っていくのは私は当然なんだろうと、このように思っているところでございます。また、今、私たちが進めている経済財政金融政策についてのお話がございましたが、もし我々が今の政策を行わなければですね、毎年毎年、国民の収入が減っていくんですから、さらにどんどん収入が減っていくという状況になっていきます。年金は物価にスライドしていきますから、デフレになれば年金収入は減っていきます。株価が下落をしていけば、年金の運用損がどんどん出ていきます。例えば株価を売却をして、それを被災地のために使う JT の株の売却も、売却益は減っていきます。つまり、今やっている政策をやらなければ、受けるマイナスははるかにはるかに大きいということを考えていただきたい、そのように思うわけでありまして、つまり、行き過ぎた円高によって、根っこから仕事を失ってしまうという、そういう状況を今、変えてですね、まさに日本の経済を上昇させていくことによって、経済を活性化させ、そして職を増やし、雇用を増やし、賃金を上げていく。今そういう局面に入っていったわけでありますから、大切なことはさらにそれを多くの方々に進展していく、広げていくことではないかと、このように思っています。予定の時間が来ておりますが、もう一問だけ、それでは佐々木さんどうぞ。時事通信佐々木です。
今回 の TPP 参加表明にあたってですね、これまで政府はアメリカと事前協議を行ってきました。で特にその米国製自動車に対する関税の段階的撤廃の受け入れなどですね、まあ、一定の進展はあったと思うんですけれども、このいわゆるまあ事前協議、もう事前ということは取れるのかもしれませんが、この協議はもう終わりなんでしょうか。まあ、そんなことはないと思うんですけれども、この90日ルール、いわゆる90日ルールというのを考慮すると、夏以降に始まるとみられるその交渉会合参加に向けてですね、他に自動車や保険などその残る課題についてどのような姿勢でそのルール作りに関わっていくのか、そこのところ具体的にお聞かせください。まず先般の日米首脳会談においてですね、日米間の協議を継続していくことで、まあ、一致を、いたしました。そのことを受けてですね、今協議を実施をしているところであります。我が国の TPP 交渉に対する米国の同意が可能な限り速やかに得られるよう、今後さらに取り組んでいく考えであります。はい、それでは以上をもちまして総理会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。